それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。イーグルノワール、これは好スタート。オーキッドロマンス、この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけてタリスマン行きました。先手を取ったのはタリスマン、イーグルノワール、それに続いています。その外にカプセル、並んで5番、ラブミーテキーラ、ホラジロー、すぐ後ろその隣にオーキッドロマンス、少し開いてゼルトザーム、これに続くのがマリオ、黒の帽子、里のフェニックス、その後ろストリーム、上がっていきました。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてタリスマン、ここで先頭が入れ替わりました。イーグルノワール、タリスマン2番手に控えました。間を挟んでカプセル3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はイーグルノワール、短い直線に入って後続は届くかどうか。イーグルノワール先頭、残り 200m、 先頭はイーグルノワール、2番手は里のフェニックス、一気に足を伸ばす。里のフェニックス抜き去った。里のフェニックス、里のフェニックス、1着2着はイーグルノワール、3着にトラジロー、勝ったのは里のフェニックス、このレースを制したのは里のフェニックス。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ前に行くのはどの馬か。タリスマン前に行きそうです。先手を取ったのはラブミーテキーラ、イーグルノワール、すぐ後ろその隣にカプセル、ゼルトザーム、そのうちに続いています。その外からホラジロー、すぐ後ろにオーキッドロマンス、内からは里のフェニックス、並んで3番マリオ、黄色の帽子ストリーム、その後ろ内からはミトノウォリアー、最後方にデリシャスパーティー。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ5番ラブミーテキーラ、カプセル、ほとんど差がありません。間を挟んでタリスマン3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はカプセル、さあ短い直線に入ってここからが腕の見せ所。カプセル先頭、イーグルノワール、ようやく上がってきた。残り 200m を通過して、ここで先頭変わってイーグルノワール、2番手は里のフェニックス、イーグルノワール、イーグルノワール、1着2着にはどうやら里のフェニックス、3着にゼルトザーム、イーグルノワール、見事このレースを制しました。スタートしました。イーグルノワール好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。イーグルノワール、この辺りも前へ行きます。イーグルノワール、先手を取りました。内からはタリスマン、その外にラブミーテキーラ、その外からカプセル、その後ろにトラジロー、その後ろからはゼルトザーム、その外にオーキッドロマンス、里のフェニックス、そのうちに続いています。並んで3番バリオ、ストリーム、すぐ後ろ少し開いてミトノウォリアー、デリシャスパーティー、上がっていきました。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでラブミーテキーラ先頭に変わりました。ここで先頭が入れ替わりました。カプセル、ラブミーテキーラ2番手に控えました。イーグルノワール3番手、さあ直線に入りました。ここの直線は短い。カプセル先頭、内から追い上げてくるゼルトザーム、あと 200m、 先頭は変わってゼルトザーム、残り 100m、 2番手は里のフェニックス、ゼルトザーム先頭だ。ゼルトザーム、ゼルトザーム、1着2着は里のフェニックス、ゼルトザーム、見事このレースを制しました。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さて何が行くのでしょうか。タリスマン前に行きそうです。タリスマン先手を取りました。その外にラブミーテキーラ、その外からカプセル、その後ろにイーグルノワール、その外にホラジロー、オーキッドロマンス、すぐ後ろゼルトザーム、そのうちに続いています。その後ろに里のフェニックス、その隣にバリオ、その横にストリーム、その後ろからはミトノウォリアー、しんがりからデリシャスパーティー。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。ここでラブミーテキーラ先頭に変わりました。2番手はホラジロー、カプセル3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はホラジロー、内からは里のフェニックス、さあ直線に入りました。ここの直線は短い。最後の追い比べ、先頭は里のフェニックス、200を切った。先頭は依然として里のフェニックス、2番手はオーキッドロマンス、里のフェニックス先頭だ。先頭は里のフェニックス、1着でゴール、2着はオーキッドロマンス、3着にカプセル、里のフェニックス、見事このレースを制しました。
スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ先手を奪うのはどの馬か。ラブミーテキーラ前に行きそうです。ラブミーテキーラ先手を取りました。内からはタリスマン、その外からカプセル、これに続いてイーグルノワール、オレンジの帽子ホラジロー、その後ろゼルトガール、それに続いています。その外にオーキッドロマンス、バリオ、そのうちに続いています。その隣にサトノフェニックス、その外にストリーム、デリシャスパーティー、その前に進出。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。この辺りで先頭が変わりました。ホラジロー、カプセル、ほとんど差がありません。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はカプセル、イーグルノワール、その後ろアリスマン、続いています。短い直線に入って後続は届くかどうか。ここで先頭変わりました。先頭はイーグルノワール、残り 200m。 これは驚いた、まさに大差。2番手はサトノフェニックス、イーグルモワール、これは決まったか。イーグルモワール、1着イーグルモワール完勝。2着はサトノフェニックス、3着にオーキッドロマンス、イーグルモワール、見事このレースを制しました。スタートしました。ポンと飛び出したのはイーグルモワール、綺麗なスタートを切りました。前へ行くのがイーグルモワール、先手を取ったのはイーグルモワール、すぐ後ろにカリスマ、その外にラブミーテキーラ、その後ろからはカプセル、オレンジの帽子ホラジロー、その後ろオーキッドロマンス、それに続いています。その隣にゼルトガール、ここにつけたのがサトノフェニックス、隣にはバリオ、その外からストリーム、これに続くのがミトノウォリアー。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はラブミーテキーラ、2番手はカプセル、イーグルノワール、3番手。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はカプセル、ホラジロー、その後ろ内からはサトノフェニックス。短い直線に入って後続は届くかどうか。ここで先頭に立ったゼルトザーム、あと 200m。 ゼルトザーム、このまま振り切れるか。2番手はイーグルモワール、ゼルトザーム先頭だ。ゼルトザームゴールイン。2着はイーグルモワール、3着にサトノフェニックス。勝ったのはゼルトザーム。このレースを制したのはゼルトザーム。スタートしました。ホラジロー、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてホラジロー行きました。先手を取ったのはホラジロー、ラブミーテキーラ、そのうちに続いています。内からはタリスマン、その後ろからはカプセル、ピンクの帽子オーキッドロマンス、その後ろ内からはイーグルノワール、内からはサトノフェニックス、その隣にゼルトザーム、すぐ隣にバリオ、その外にストリーム、これに続くのがミトノウォリアー。しんがりからデリシャスパーティー。さあ先頭はラブミーテキーラ、2番手はホラジロー、間を挟んでタリスマン、3番手。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はホラジロー、間が空いてイーグルノワール。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ホラジロー先頭、しかし後ろとの差はわずか。これはどうだ、200を切った。ホラジロー意地を見せる。残り 100m、 一気にイーグルノワール、ホラジロー先頭だ。ホラジロー、ホラジロー1着、2着にはどうやらイーグルノワール、ホラジロー見事このレースを制しました。スタートしました。タリスマン、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。前へ行くのがタリスマン。タリスマン先手を取りました。ラブミーテキーラ、それに続いています。その後ろからはカプセル、並んで10番ホラジロー、内からはイーグルノワール、青の帽子ゼルトザーム、その後ろその外からオーキッドロマンス、これに続くのがサトノフェニックス、その隣にバリオ、ここにつけたのがストリーム、これに続いてミトノウォリアー。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。ラブミーテキーラ、2番手はカプセル、タリスマン、3番手。後続も追い上げていきます。さあ先頭はラブミーテキーラ、サトノフェニックス、その後ろ。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。先頭変わってサトノフェニックス、200を切ったサトノフェニックス、このまま振り切れるか。2番手はカリスマ、サトノフェニックス先頭、サトノフェニックスゴールイン。2着にはどうやらカリスマ、3着にオーキッドロマンス、サトノフェニックス見事このレースを制しました。